はい、コズの趣味部屋へようこそ。はい、ででんとね、もうすでに、見えてますが、今回ね、開封してご紹介するのはドラゴンボール、挑戦士シールウェアーズセット。はい、そちらのね、レジェンドオブサイヤン、はい、こちらの方をね、開封していきたいと思います。まあ、見ての通り、4箱ありますね。なので、まあ、コンプするまで、めくっていき、コンプができた時点でやめるっていう感じでね、やっていきたいと思います。では早速、もうね、めくっていきましょう。はい、パッケージはですね、この3種類ですね。はい、この3種類、はい、となります。ではね、また、いつものごとく上を切ってね、すぐに取り出せるようにしたいと思います。はい、ではね、早速、もう1枚目からいっちゃいましょう。はい、今回はね、全25種ということで、シークレットが、2種ですね。はい、では早速1枚目いきます。1枚目せーの。あー、はいはい、ウーロン&ウミガメ&カメセン、はい、こちらですね。はい、では2つ目まあ、せーの。あー、トランクス、トランクス、スーパーレア、はい、はい、3枚目いきます。せーの。はい、レッドリボンク、はい、レッドリボンク、はい、続いていきます。せーの。お、これはキラキラしているクリスマスって感じ。あ、これシクです。これシークレットでしたね。あららら、悟空&ご飯&父、メリークリスマス。あ、これがシクなんだ。いきなり出たから、普通のゴッドレアぐらいの。はい、これが宿ですね、今回のね、1枚目の宿。はい、はい、続いていきます。せーの。あー、はいはいはい、セリパ&パンプーキン、はい、はい、いきます。せーの。これはかっけえな、ベジットゼノドラゴンボールヒーローズですね。はい、スーパーリア、はい、はい、いきます。せーの。はい、メカフリーサ、はい、ベア、せーの。これまたブロリーダーク、これもゼノだね。ドラゴンボールゼノ、スーパーレア、はい、はい、いきます。せーの。お、これはあれだね、なんだっけライジングゴッドレアか、ご飯、全然ちげえし、これなんだっけ、ね、エボリューションレアか、エボリューションレアの、ご飯、スーパーサイヤ人2、はい、これまたかっこいいな、ピカピカしてる。はい、左側は最後いきます。せーの。あ、これなんだ、これすげえ、あれ、何これ、初めてだ、すげえ、何これ、すげえ変身する、
妊娠するよ。はい、普通のブロリーパワー4000からブワーン、フルパワーブロリー、すげえ、なにこれ、7000 CR、 パチンコじゃないんだけど、なんだ CR って、CR はね、チェンジングレア、新しい、なにこれ、すっげえ面白い。ただシールがね硬いですね、やっぱ分厚い。おお、すっげえ、これいいね、こういうのね、新しい試み。はい、いやこれすげえ。はい、ということで、左側終わりました。次は右側行きたいと思います。はい、このチェンジングレアね、ちょっとすっごい分かりづらいけど、これね3段階ありましたね。はい、2段階かと思ったら、これが1形態で、これが2形態。はい、もう額の、制御装置が割れて、もう変身する直前で、この第3形態と、はいはい、こんな感じでね、うん、3段階ありましたね、すげえこれ。ということで、いきます。続きね。はい。せーの。あれ、嘘。この段階でダブル。あらら。早いよ、ダブル。はい。いきます。せーの。あ、これも、チェンジングレアだ。フリーザ。はい。フリーザはね、まず第一形態。第1形態、第2形態か、これ。第2形態。第3形態。で、第4形態、最終。はい。すげえ。すごいな、これ。しかもね、パワーもね、上がるんだよね。ここのパワーの数値もね。すごいな、これ。チェンジングレア、フリーザ、はい、2枚目のチェンジングレア、はい、じゃんじゃんいきましょう。はい、せーの。おー、これはゴッドレアかな。はい、孫悟空 GT のやつかな。はい、ゴッドレアだね。はい、孫悟空GT じゃないね、これ。あれか、復活の、なんだっけ、最強への道か、最強への道の時の悟空か。はい、初めてのゴッドレアだな。はい、ではいきます。せーの。ドテッポ&トーマノーマル、はいはい、続きまして、せーの。おー、エボリューションレア、きた、悟空ブラック、悟空ブラック、エボリューションレア、スーパーサイヤ人ローゼ、はいます。せーの。あー、これはあれだね、ドラゴンボールヒーローズのスーパーフィユー、はい、スーパーレ、はい、はい、いきます。せーの。ほほ、はっちゃん単体だ。はっちゃん人造人間8号レア、うん、はい、
続いていきます。せーの、おー、ブルマ、最強への道のブルマ、ノーマル。はいはい、いきます。せーの、お、これまたかっこいいな、ゴジータゼノ、はい、ヒーローズですね。これで白星とかあったらすっげえかっこいいんだけどな。スーパーレア、はい、じゃあラスト1箱目、はい、1箱目ラストいきます。せーの、あ、フリーザ、普通のフリーザですね。はい、第一形態レア、はい、という感じでね、1箱目開封し終わりました。ではね、コンプしてないんでね、続きの箱いきたいと思います。はい、では2箱目、早速いきたいと思います。ではいきます。せーの、お、トランクスゼノ、はい、ドラゴンボールヒーローズからですね。トランクスゼノ、スーパーサイジンゴッドのトランクス、スーパーレア、はい、はい、いきます。せーの、あ、3枚目やんこのフリーザ、はい、はい、いきます。せーの、ダブりましたね。はい、せーの、これは持ってない。お、これチェンジングだ。これチェンジング。あ、スーパーサイジン、悟空、兆し、身勝手、極意。すげえ。兆し、身勝手の悟空、すごいね。チェンジングレア、はい、よしよし、せーの、これは持ってない。エボリューションレアのゴテンクス、はい、スーパーサイヤ人3、ゴテンクス、いいね。はい、はい、いきます。せーの、ている。はい、いきます。せーの、これ持ってないぞ。バーダック。これがゴッドレア。ゴッドレアのバーダック。いきます。せーの、あー、持っている、
ってきます。せーの。あ、これ持ってないぞ。悟空ヤードラットジュンの、服着てるやつですね。レア。はい、はい、いきます。せーの。お、持ってないぞ。ベジータ。トランクスが未来から来る時のベジータ私服バージョン。はい、ノーマル。はい、はい、200個目ラスト。はい、いきます。せーの。あ、レッドリボン軍。はい、ダブリー。はい、とりあえずここでラインナップを見ていこうかね。持ってないのが、エボリューションはもうコンプだね。で、チェンジングレアが悟空がないね。まあ多分この悟空だよね。はい、この絵柄がまだ出てない。あとシークレットが一種出てないね。はい、このえ2種類、2種類だけだね、出てないの。ほうほう。そうだね、2種類、あと2種類でコンプですね。いやー、でもこの2種類が出ねえんだよな。しかもシークレットの1個残しちゃってんだよな。はい、じゃあ一応ね、まだコンプしてないんで3箱目いきたいと思います。はい、はい、こっからはね、1枚ずつ、普通に切ってね、コンプし次第ね、終了という形で進めていきたいと思います。はい、もうこっからがね、もうすっごい辛い戦いになるんだよね、このシールウェアハウスは。はい、せめて持ってない方来てくれ。チェンジングレアとシークレットだね。どっちも難しいかな。いきます。3箱目ラスト。せーの。最悪や。いや、終わりね。4箱目いきます。はい、4箱目。はい、いや、もういい加減出てほしいね。はい、まあさっきと同じように1枚ずつ切りながらね、開けていきたいと思います。一つのシークレットワークだったやつがもうダブったシークレット。ここでもう多分終わりですね。もうシークレットは出ないね。いやー、マジか。シークレット1個残しですよ。せめてあともう一つのチェンジングレア、スーパーサイヤ人の悟空当てたいですね。はい、
はあ、よかった、来て。いやいや、よかった。はい、悟空から怒って、グーキャー、すげえ。いいね、このチェンジングレアね。本気のフリーザには海王拳ですら通じず、クリリンを殺されてしまった悟空、その怒りは星を揺るがす。いいね、ほんと硬いな、シェフ。はい、いや、これ報われたわ。でもあとシークレット残しって一番やばいやつや。でも残りあるんでね、もう全部やっちゃいましょう。はい、はい、ラストウェハース、はい、ラストです。まあこの辺で、はい、ちょっと、はい、というね。いや、西80個開けてコンプならず、27種なのにね。80個開けてコンプできなかった。はい。いや、まさかシークレット枠がダブルとはね。いや、参った。いや、やっぱ難しいな、これ。いや、まあ、とりあえず、全部かき集めて見てみましょう。はい、どうですか。もうすごい量ですよ、はい、このシールの量もさることながら、このね、ウェハースの束。これはもうどうすんの。当分ウェハースいらんだろう。もうミキサーにかけてね、もうジュースにしちゃおうか。チョコレートジュース、はい。いやー、あと一種シークレットはどうすっかな。買うか、追加で買うか、普通にオークションかフリマで買うか。はい、まあとりあえずね、今回はこういう結果に終わりました。皆さんはね、どういう結果だったでしょうか。自分より少ない、枚数でね、コンプできましたでしょうかね。それでしたら、ぜひ羨ましいって日本語おかしいけど、羨ましい限りです。はい。ということでね、今回は以上になります。ぜひね、チャンネル登録、あと高評価ね、していただけるとね、動画撮る励みになりますので、ぜひお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。